どープガバリです。今回はエアジョーダン4を少し詳しくお伝えできたらと思っています。オリジナルのものは1989年に発売されたんですよ。こちらもティンカーハットフィールドさんがデザインを手掛けたっていうのも有名な話です。エアジョーダン4から軽量化のためにこちらのフラパーツ素材とか、あとこちらのメッシュ素材、あとエアが見えるようにしたっていうのが当時としてはすごい斬新なデザインで、1999年に1回目の復刻がされたんですよ。ソールがエアフライトとほぼ一緒のソールなんですよね。これちょっとびっくりしました、僕も。あとジョーダン4はガードプレイヤー向けのシューズなんですよ。当時発売するとき広告でスパイクリー監督を起用することで爆発的ヒットした商品としても有名な話なんですよ。少し前にジョーダン4のコロンビアブルー発売されたんですけど、そちらとの違いはコロンビアブルーの方はメッシュパーツがなくなってますね、こちらの。あとまあシュータンのタグがなくて刺繍になってるってとこぐらいですかね。以上です。どー